はい。始まりました。FUG フットボールアンダーグラウンドウルトラス埼玉。埼玉。お相手は吉沢光一と勝野聡でお送りしまーす。お送りします。今日はですね、フットボールとブーイングということですね。ブーイング。これですね。えそう、びっくりした <laughs> 俺。俺にされちゃったのかなと思って、<laughs> 全くっていう感じですけど。<laughs> えー、ということでですね、 どうしてそんなことを思ったかっていうと、ここ数日、まあ、ネットだけじゃなくて社会をですね、大きくに言わせているのが、まあ、誹謗中傷で。それを受けて、まあ、若い命を絶ってしまったっていうことでですね、テレビというメディアによってですね、伝えられる部分っていうのは一部じゃないですか。誹謗中傷が寄せられて悩んでしまったと。わ、うん、からなくもないな。 っていうところもあるしそういうメディアっていうのは人目にさらされるんだからうまく受け流せばいいんじゃないみたいなねそういう意見もあったりもするわけですよ。はい、僕自身が思うのはそういうのって年齢とか関係ないと思うんで、うん、なんか心に深く傷ついてしまうことっていうのはやっぱりあるじゃないですかその時にね実際それがどういうことなのかっていうのをやっぱ考えてみる方がいいのかな思ったりです、ね、した次第なんですね SNS をね。 はい、ストレス発散の道具にしちゃってはいけないのかなってやっぱり傷つく人がいるんでうんそうですね、はい、であの SNS も例えば Facebook であれば実名でっていうのがう、ね、一応ルールがあるわけじゃないですか、はい、守ってない人もいますけど、はい、多分そういうことだと思うんですねそういうルールが守れていったら楽しく使えるツールだと思うんですけど、はい、そういうルールが守れないと 結果的には誰かが不快な思いをするのかな。ただ逆に匿名性だからこそシェアを大きく伸ばしたツールもあって、ツイッターなんかそうかな。で、特に、まつぶやきなんていう言葉があそこで地味なんですけど流行って、140字でしたっけ ?140 字ちょっとみたいな中で表現するっていうところで、サッカーに関して言ったら、サポーターがサポって呼ばれるようになったのは、 このツイッターの登場かなと思ってるんですね。なるほど。文字制限あるじゃないですか。でもあんまりいい響きじゃないね。昔って、サポって、バカにした言葉だったじゃないですか。そうだよね。相手をバカにした言葉で、まあ、まるサポちゃん、あいつらみたいな。俺らサポーターと違って、あいつらなんとかサポだよね、みたいな、いうふうに、まあ、相手チームを、まあ、時には自分たちの、 同じ応援しているチームであってもちょっとこうなんだろうあ,あいつらサポだよねみたいな言い方してたどっちなんていうの別称そうだね揶揄してねええー、じゃないですか、うんうん、でそれがなんか今はなんとかサポだぜみたいに言うようになってそれ自体がなんかこう,こうすごく違和感を覚えたりそう言葉が軽くなったねそうちょっとねそう思うんですよね ちなみにあのフットボールアンダーグラウンドは、うん、サポ禁止なんで <laughs> あのコメントにねサポって多分いれられないようになってます。うん、そうですねあの NG ワードに設定してるんで、はい、そういうふうな前提に、ね、しておけばいいわけじゃないです。ブーイングの話なんですけど、はい、よくこのブーイングっていうものを取り上げられるじゃないですか、はい、これは誹謗中傷とはちょっと違うなっていう、うん、違うなというか違うふうに 僕はは捉えてるんんですけど勝野さんは誹謗中傷かどうかはちょっとわからないですけれども僕は本当にねっ光一君たちと応援してる頃はブーイングしましたしブーイングっていうのはあって当たり前の世界で肯定派ですよそこにメリハリがあったと思うんですよもしかしたらなんですけど僕らがリーグに関わってる時と今ってもうアバウトで言ったら30年。 アラサーじゃないですか、J リーグも。はい。はい。そうですね。えー、J リーグも、そのアラサーでってなった時に、まあ、我々の古い世代が、まあ、近くにいたり、あるいは我々の次の世代の人たち、その次の世代の人たちも近くにいたりすると、すればね、いや、ちょっとお前、それはダメだぞっていうことは、もう言えると思うんですよ、経験的に。そうですね。ね僕ら始まった頃って、それがいいのか、それが悪いのかっていうのは、そうそう取り上げられることはなくてっていうよりも、 はい、僕らのブーイング一つも新聞の記事にやっぱなりましたからねそうですね、はい、でもブーイングもゲームを作ることがあるんですよ <laughs> です、ね、金子克彦さん日本で最初にブーイングって言葉をあの言葉を使ったのは金子さんかなぁとは思うはい。はい。あブーイングが来ましたねって <laughs> やっぱりゲームの流れにうまく乗って 来るときにうわーっとやっぱりイングランドなんかはブーイングが来るのでやっぱりそのタイミングがゲームの流れを作ったりとかっていう部分は少なからずあると思うんですね。うん。まあブーイングと一つに言うんですけれどこれ相手に対するものだけじゃなくてやっぱりうちに対してのものっていうのがまあ我々のジェリーグと関わっている中で非常に 少ななな。くはかかったかなそうですね、かえって自分たち味方に対しても多かったんですよ、あの頃は。そして今もね、はい、今ちょっとその声に出すっていう形と違うと思うんですけど、はい、よく、あのー、スタジアムで見かけるのは、まあ節目であったりとかいうのかな、はい、やっぱりクラブに対して声が上がることは結構多いですね。はいはいはい 選手がどこっていうクラブにこのままでいいのかみたいな、うん、え意思表示っていうのはよくこう横断幕がこ出て読むことはありますよねそれに対して思うことはありますようんそうだなって思うこともあればいやもうちょっと深く突っ込むとそうじゃないんだよなとかいろいろあるんですけど、うん、でそれはまあこと浦和レッズに関して言えばあこう根付いてる伝統なのかなと思うんですけれど。うん なんかこう、ものを申すこと自体がよくないみたいな風潮が、うん、この J リーグというより日本にあるじゃないですか。うん、で、それはどうなのかなっていうふうに思うんですね。もちろん、その、人が傷つくことっていうのは、よ、うん、くないなと思うんですよね、うん。ですが、あの、必要なこと、あるいは意見っていうものはあっていいと思うんですね。 そうですね、つまり、観念的か論理的かっていうことだと思うんですけど、うん、いわゆるこう感情的なのかその論理だっているものなのかってもちろん論理だっていても不快に思うことっていうのはもっと言い方を変えなければいけないのかもしれないですけど、うん、なんかそこが日本の中でははっきりと線が引けてないんじゃないかなと。そうですねあのブイングもヤジも あのフットボールと一緒で、うん、センスを感じるもののが欲しいでですすよねね本当ですねあの笑いを誘ったりとかその中にひねりが入ったりとかやっぱりその辺は、うん、あのサポーターもセンス、うん、その辺も読んで全てを表現していく分には非常にいいことなんじゃないかなとは思いますよ。うん、笑いが ありましたよね笑いの中に状況を風刺したような笑いっていうのは。そうですね。風刺の。ありましたよね。はいうん、ですから、まあ、最近の中では、まあ、それこそツイッターの話になるトレンドでねハッシュタグついてお疲れ様みたいなことが風刺として使われたりとか本当に使われたりとかあるようですけれど、うんはい、そういうものがですね 我々自身を高めていくし全体的にこうレベルを上げるだ声を出すには責任を持てっていうことなのかなそれ大事です。スタジアムで声を上げるっていうのはたくさんの目がそこにありますからあの守られると思ったら大間違いで、はい、間違った声を出せば避難の目でやっぱり見られるんでね。 <何>そういう部分では非常に緊張感があると思うんですけど、まあ、我々もね、えー、こうやったテクノロジーの中で、まあ、YouTube とか楽しみませてもらってるわけなんで、はい、えまあそれでも不,不特定多数に顔をさらけ出して名前をさらけ出してね、はいはい、実際にはこうやって行っているわけなので、はい、そこの中に匿名の人が参加してくるわけじゃないですか難しいところはたくさんあると思うんですけどでも甘んじてね 我々もブーイングは受けたいいと思います <laughs> 叩かれ慣れてますよ笑う我々は昔から、はい、<laughs> そうですね <laughs> あの、はい、面白いことにはい人の前で顔をさらけ出して身をさらして、はい、そういって意見を言うと影では言われるんですよ <laughs> そうですねあることないこと実際かなり言われますからそうでしょうね、うんまあ、あることなら我慢できるんですけどないことを言われるきには非常につらい のはででも同じでね。でら僕ら純粋ですから。純粋 <laughs> 年齢は関係なくね、カズ <laughs> さん、はい、まあサポーターとブーイングっていうのは、非常に切っても、はい、切れない、サッカー、フ、はい、ットボールとブーイングっていうのは切っても切れない、はい、そういう関係だと思うので、これ、テーマ化して、はい、僕ら2人じゃなくて、たくさんの人、聞いていきたいなと思うんですけど。そうですね ううしましまょうよはいはいえー、ということで FUG フットボールアンダーグラウンドウルトラス埼玉,埼玉お相手は吉沢浩一と勝野聡でしお送りしました